こんにちは、ごまおです。本日はですね、楽天 SIM からですね、楽天アンリミット5に乗り換えてみましたので、それでどうやるかっていうのを報告するのと、あと、アハモとか日本通信っていう、まあね、別のところが楽天アンリミット並みのね、料金でサービス開始し始めるっていうこともニュースもありましたので、そのことについてもね、ちょっと解説しながら進めていきたいなというふうに思います。ごまもね、楽天アンリミット、このタイミングで変えましたけども、1年間無料で使えるんでね、ここら辺がすごくメリットがあるので、ちょっと解説していきたいと思います。この動画のコンセプトは、あなたのお金に関する不安を消したいというねごまの思いを具現化しております。お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。携帯料金ね、0円になるっていうだけで、すごく充実すると思うので、その方法を解説します。年間59万楽天ポイントをね、獲得している楽天大好きなごまが解説します。この動画を見るべき方は、楽天 SIM からね、スーパー放題とかいう名前でしたけどもね、からアンリミット5への移行はどうやるのって思っている方に参考になると思います。楽天アンリミット5の使い心地はとか、あとドコモとか日本通信が、同じぐらいの、ね、料金形態で出してきてるけど、それどうなのっていう、どんなふうに考えてるのごまはとかいうところをお伝えしようと思います。それでは行きましょう。結論からですね、楽天経済圏なら楽天アンリミット5で良いのではないかなというふうに思います。他のね、アハモとか、ドコモがね、今回打ち出したアハモっていう月額2980円のプランがあるんです。あったり、あと日本通信がね、それは格安 SIM ですけど、1980円ぐらいでっていうのがありますけども、楽天アンリミット5でいいかなというふうに思います。楽天経済圏の人ならね、じゃあ、経済圏じゃない人でも、1年間無料で使えるっていうのがあるので、もしかしたら、ほとんどの人はね、使いやすいんじゃないかなというふうに思います。で、注意しなきゃいけないのが、その楽天回線エリアっていうのがありますよね。楽天回線って、今、その携帯電話の基地局を、楽天いっぱい立てまくってる最中なので、まだまだ全国カバー率としては60%ぐらいで、そこまでじゃないんですよね。ドコモとかだ使えば、もうね、全国どこでもつながりやすい状況になってるんですけど、それに比べたらちょっと劣ると。で、その楽天エリア、都市圏じゃないところに住んでいる人は、まだちょっと楽天つながりにくいんじゃないかなっていう不安があると思うんですけども、その場合はね、まだエリア外の場合は、au の回線を間借りしているので、別につながらないってこともないと思いますし、格安 SIM みたいな通信状況だと思えば全然使えます。だって、1年間無料なわけですからね。その1年間の間に、どんどん使えるエリアは増えていきますし、使いにくかったら1年後解約でもね、無料期間普通に終わったら解約でいいと思うんですよ。楽天アンリミットいつでも解約できまして、違約金とかないんで、そこら辺もいいと思いますね。で、今後1年間で他社の料金も安くなる傾向にあるとごまは読んでいるので、1年後ですね、2021年の11月、12月ぐらいに、またごまは再度他社を比較して見直して、楽天経済圏だからね、楽天アンリミットのままで多分いいと思うんだけど、他社と比較して、そう、よっぽど良かったらね、そっちで使うのもありかなっていうふうには思ってますという、そんな結論になってますね。で、もうちょっと、じゃあ詳しく解説していきましょう。で、今回、ごまはもともと楽天の格安 SIM を使ってたんですね。これもう今は、もう申し込みできないんですよ。現在は新規受付停止中。もう楽天は楽天アンリミットしか、もう受け付けてないんで、プランも一つしかないっていうシンプルで分かりやすいので、のしかやってません。でも、ちょっと1年前、1年ちょっと前に加入したのがこれですね。楽天格安 SIM の選べる4つのスーパー放題プランってやつですね。これ、ドコモの回線を間借りした楽天の SIM カード、SIM、格安 SIM のやつですね。なんでこれ選んだかっていうと、このプラン S っていう一番月に 2GB しか使えないっていう、一番安いやつで、楽天のダイヤモンド会員っていう人だったら月額980円になりますよっていうのに、これにね、目がくらんで これにしてました。目がくらんだというかね、契約に入れるし、あと楽天市場でのポイント還元率がプラス1%、当時は2%だったんですけど、めちゃくちゃお得だったんですよね。これね、別に回線、他の回線ちゃんと持ってるよって人でも、サブの回線としてこれ契約してもいいんじゃないかってぐらいめちゃくちゃお得だったんですね。だから1年間これ月額980円でやってまして、で、今ちょうど2年目に入っちゃったんで、1480円かな。1480円に、
下がっちゃったのかな、下がっちゃったっていうところだったんですよ。上がっちゃったっていうところだったんですね。はい。でまあこうそれでも十分安いんだけど、ポイント払いできてるし、まあどうしようかな、3年目は2980円になるからっていうことで、どうしようかなって、まあ楽天アンリミットだったらね、1年間無料で2年目から2980円なんで、まあそれに今やってもそんなに変わんないなみたいな感じは思ってたんですよ。うん、変わんないなっていうか、まあ1年目無料の分お得だなっていうね感じですよね。でまあその無料期間っていうのはいつ終わるか分かんないし、一応300万人限定って言ってたんですけど、まあ多分300万人は多分届かないと思うんで、今このキャンペーン期間中だったらいつやっても、ね、無料にはなると思うんですけども、もうあのこの1年間無料キャンペーンはアンリミットだね、アンリミットの1年間無料キャンペーンはあのもう1年ぐらい経つかな、もうすぐ1年ぐらい経つので、あのまあもうそろそろ終わるかもしれないなっていう感じですよね。で楽天回線エリアっていうのがどんどん広がっていって、これが結構充実していけば、そのこのね1年間無料キャンペーンっていうのは多分終わっちゃうと思うので、まあ、今のうちに入っておくっていうのは一つね、ありなんじゃないかなというふうに思ってます。はい。でゴマが実際この楽天の SIM カードスーパーかけ放題ってやつですけど、それからアンリミット楽天アンリミット5に、移行した手順っていうのをちょっとねお伝えしておきましょう。今ね楽天の SIM カード、あの格安 SIM ずっと使ってるって聞く方もいると思うんですけど、具体的にどうやるのかっていうところですね。これあの非常に簡単でした。あのネットからもうほんとポチったら、あの特にね MNP とか MNP の申し込み不要です。 MNP っていうのはあの自分のその携帯電話の番号ありますよね、あれを変えないまま、あの他のカードにあの SIM カードにしたいっていう時に本当はやんなきゃいけないんですけど、まあ、楽天から楽天になるだけなんで、これは申し込み不要でした。プラン変更するっていうだけっていうイメージですね。で、楽天モバイルのウェブページから移行申し込みを選択するだけでできました。まあ、その時楽天 ID でログインするんですけど、まあ、それはね、普通にできると思います。で、料金確認とかプラン確認の画面があるんで、それを確認したら、まあ、もうそれだけであの申し込み終了と。で、後日、SIM カード、新しい SIM カードをね、アンリミット5用の SIM カードが到着して、それを、まあ、ご飯は iPhone なんですけど、iPhone に入れ替えて、その iPhone で楽天モバイルウェブページに行って、それが開通しますよっていうボタンをタップするだけ。それで、一応24時間以内に開通するはずです。はい。ただ、あの、ごまはちょっと24時間以内に開通しなかったんで、あれどういうことだろうと思って、一応、スマホを再起動したら、あの繋がりました。なぜかね、特にあの再起動しろっていう指示はなかったんですけど、で一応問い合わせたんですけど、楽天の方にも特に再起動しなくても開通するはずなんですけど、まあね良かったですねみたいなことになって、まあ、原因不明っちゃ不明なんですけど、まあ困った時の再起動ですね、あの再起動再強説っていうのがありますから、困ったら再起動してみましょうみたいな、はいっていうことですね。まあ、注意事項が、まあ、そこ、再起動すれば OK でしたよって話です。で、あとですね、その格安 SIM のスーパーかけ放題の場合だと、楽天電話アプリっていうので電話してたと思うんですけど、それはもう、あの、今後使わなくなります。楽天アンリミットになると、代わりに楽天リンクアプリっていうのがね、使えるようになります。これで電話すると、基本的には、あの、通話料0円になりますということですね。はい。なんで、まあ、SMS、ショートメッセージとかも全部0円になりますので、まあ、基本的にはこれをもう電話アプリにしてください。あの、既存のね、電話の方でかけちゃうと、あの、30秒で20円とか取られちゃいますんで、こっちの楽天リンクアプリをぜひ使った方がいいと思います。で、あと契約事務手数料とかですね、あの、やっぱりこうやってね、あの、携帯会社変えると大体かかってくるもんなんですけど、契約事務手数料などはまあ0円になってますので、それで、OK ということですね。特に記入する必要はないと。で、だから5万はこの事務手数料もかかんなかったし、あの、MNP しましたけど、NNP の転出の手数料もかかんなかった。だからもう本当、何にもお金かかってないまま、あの、楽天アンリミットへ、移行できました。で、しかも、あの、今、キャンペーンとかちょこちょこやってますんで、そういうのをうまく使って、まあ、まだ5万ついてないですけど、後日ポイントゲットすることもできます。で、あとは紹介とかもありますんで、自分がね、この楽天アンリミット使ってるんだったら、その、紹介コードみたいのもらって、友達とかにね、家族とかに、このコード使って、楽天アンリミットに入ってよっつって入ってもらえると、いくらかポイントもらえたりしますね。
で、あと1年後はですね、月額2980円ということでね、まあ、これでも全然安いですよね。キャリア の, あの回線としては安いので、月額2980円になっちゃうよってことだけ注意ですね。で、ごまみたいに楽天経済圏の人だとね、ポイントがいっぱい溜まってるので、まあ、こういうあの携帯代金もポイント払いしちゃうから、まあ、実質無料になるんでね、僕としてはもうね、あの他のところにも、これよりちょっと安いぐらいだったら、別に楽天のままで全然いいかなっていう感覚ですね。ポイント払いできるから実質無料なんで。で、今回ですね、やっぱり大注目のこのアハモっていうね、サービスですね。これはドコモが出した、まあ、ちょっとあのこの格安のブランドみたいな感じですね。格安 SIM ではないんですけど、あのちゃんとあのキャリア回線として使えるんだけど、月額を2980円に抑えましたよっていうね、プランですね。データは 20GB まで、使えるっていうね。で、超過後は 1Mbps っていうのね、のに、まあ、通信速度は下がっちゃうんだけど、このデータ 20GB までだったら、サクサクいきますよっていうプランですね。で、大体の人だったら、まあ、20GB ぐらいあればね、1ヶ月あの全然持つんじゃないのっていう感じなんで、まあ、2980円で使えますと。まあ、今あの、ね、携帯電話キャリアでドコモソフトバンク au とかで使ってると、まあ、7、8000円とかね月額かかってた人は、まあ、これぐらいに抑えられる可能性があるので、これは非常に注目されてますよね。しかも、まあ、ドコモのブランドなんで、通信回線はまあ非常にあの信頼性が高いと。楽天なんかに比べたらまだまだ楽天はねまだまだ新興国ですから、ね、歴史のあるドコモはね、まあ、まあ別にドコモだからって絶対に通信障害ないとかいうわけでもないけど、でもね、まあ今のところはまあ安定してね、基地局もいっぱいあるし、安定して運用できるんじゃないかっていうことで、まあ注目されてますよね。で、ここちょっと注目ですね。質問は全部オンラインでやりますということでね、これリアルな店舗で契約できませんと。もうウェブからやってくださいっていう感じですね。で、質問も全部ウェブで受け付けますということですね。これちょっと未確認なんですけど、電話で多分対応してくれませんね。電話じゃなくて、もう本当チャットとかさ、メールとかさ、そういうので、やっぱ大変だと思うんですよね。この、クレーム受ける側っていうのもね。それにかかる人件費ってやっぱ膨大だと思うんで、これをもう最初からもう全部オンラインでやりますっていうのを言っちゃってるんで、まあこれで、確かに、まあね、やっぱその人件費っていうのはやっぱここに、月額料金に反映させなきゃいけないんで、それをカットした分ここにね、還元してるっていうのはまあ確かにそらそうだろうなっていうのはまあ内部事情を勘ぐるとね、そう思いますね。はい。で、まあ事務手数料は0円にしてあるしっていうことでね、まあそこまで、まあやっぱりまあ見劣りはしないかなっていう感じですね。楽天アンリミットに関してね、まあ、これでね、初月無料とかはやらないんだっていう感じですけどね、さすがにね、楽天アンリミット1年無料だからね、まあ確かに、でもまあまだ回線、楽天回線がまだ人口株率が低いってことをまあ合わせればまあトントンぐらいのかな。あとは質問はこの全部オンラインっていうところがまあどうなのかっていうところですけどね、まあちょっとご老人はもう切り捨てた感じですよね。もうリアル店舗じゃできませんと。楽天アンリミットはリアル店舗でもできますからね、そこはまあ、やっぱリアルで契約したいって方は、まあそっちがいいですよね。はい。で、あともう一つ注目なのが日本通信っていうところが、これは格安SIMになるんですけど、月額1980円っていうので出してきましたね。ちょっとアハモが発表されたタイミングで、1000円安いっていうので出してきたので、ちょっと注目されてます。格安SIMだが、まあドコモの回線、ちょっと回線丼になっちゃってるけど、回線はあれね、回る。線ね、ワールラインの回線ですけど、を利用します。で、同じくデータが 20GB までサクサクいくということなんで、まあ、ここら辺がね、まあ、同じ条件だと。同じ条件で1980円っていうことで注目されてますね。まあ、これもまあ選択肢の一つとしていいんじゃないかなというふうに思います。で、これに対してね、まあ、ソフトバンク系のこの Y モバイルとか au 系のこの UQ モバイルっていうのは今月額4000円台ぐらいかかってるので、現状だともうちょっとここら辺って選択肢に入ってこないくなっちゃうと思うんですよね。ただそれだと競争にならないんで、この辺りも
今後追いかけてくるんじゃないかなっていうことは5万は予想してます。やっぱ2980円っていうのが一つの、ね、目安になってきて、みんなそこにやっぱ合わせてくるんじゃないかなと。でそれプラスアルファでやっぱりどれだけちょっと差別化するサービスが出てくるかなというところだと思うんですけど、あんまりね、目に見えてお得な、ね、金額めちゃくちゃ下げたりとかお得なサービスとかつけちゃうとちょっといたちごっこになっちゃってそれぞれが利益出ないような状況になってくるので、ある程度一定のラインにとどまると思うんですけど、そのラインがやっぱ2980円、月額2980円っていうラインだと思いますね。それがスタンダードになってくるんじゃないかなと予想してます。そうなってくればね、我ら庶民としても予算を計上しやすいですね。もう携帯料金は2980円かかるものだっていう認識でいれば、それ以上あとはね通話代とか気をつければそれで3000円ぐらいで済むと、3300円ぐらいかな、月額3300円ぐらいで済むっていう風にすれば、家計をね、意識しやすいので、人によっては、ね、7000円とか1万円とか1万5000円とかかかってた時代が、もうすぐちょっと終わってくるのではないかという感じがしますね。はい。で、ここまで話してきて、もう一回ね、楽天アンリミット5のメリットを、これを、ちょっとお伝えしておくと、5番は実際これ今使ってるわけですけどね、今5番は楽天回線エリアにいて、特に問題なく使用できていますし不満もないんですけど、今度ね、5番引っ越しちゃうんですよね。引っ越して楽天アンリミットの楽天回線のちょっとギリギリ外ぐらいのところに住むことになるんですよね。で、わかんない、すぐねカバーしてもらえるかもしれないんだけど、ちょっとね、格安シムみたいな回線のスピードになるかもしれないということで、そこら辺の、レビューも今後できていければなと思いますけども、それが5万の事情ですね。で、メリットを挙げていくと、まずこの1年間無料、これがでかすぎるかなというふうに思います。本来だから3000円ぐらいかける12ヶ月の3万6000円とかかかるはずなのに、それがまるまる無料だから、3万6000円もらえてると思って OK ですよね。で、1年後には業界の予想が変わっているはずと、さっき説明したようにね、みんなが2980円というラインを目指すんじゃないかなと思います。で、その時点でいろんなサービス見比べてみて、楽天アンリミットじゃなくてもいいかなと思ったら考え直すっていうのも手かなと思います。で、楽天エリア回線外の人は格安シムの感覚で使ってください。そんなにキャリア並みに通信速度いいとか安定してるってわけじゃないっていうことですね。で、事務手数料とか0円で、実質0円ですね。ポイント還元とかしてくれるので実質0円っていうことになりますね。で、5万みたいにその楽天格安シムスーパー放題からアンリミテッドで買える人は別に事務手数料本当に0円ですね。別にポイント還元とかじゃなくて、何にもただ移行するだけなんで、ポイント事務手数料は0円でしたので、そこだけね、確認してみてください。こんぐらいメリットがあるので、あと楽天ポイントで払えるっていうのもメリットかな。1年後はね、今は無料だから払ってないんだけど、2980円になってもその2980円は楽天ポイントで払えますし、で、あと楽天市場でのお買い物、楽天 SPU っていうね、楽天市場でのお買い物でプラス1倍になるって、プラス 1% になるっていうのもめちゃくちゃでかいので、正直5万は楽天アンリミット5しか選択肢ないのかな、今のところね。2980円って同じ値段だったらね、それは楽天でいいかなっていう感じがしますよね。はい。もっと安いんだったらね、キャリア並みのその通信速度で、例えば月額1000円とかね、までに下がってくるんだったら、そっちに変えるかもなぐらいの感じですけど、逆に言えばそこまで下がってくれないと、この楽天経済圏から乗り換えるっていうのは相当、メリットがないように感じますね。ということなんで、5万は楽天アリミット5をこのまま続けていこうと思います。少なくともね、1年は確実に使えますね。はい、ということです。はい、こんな感じで、お金の知識ですよね、結局ね。携帯電話の知識をつけるってことは、結局家計のね、お金の知識を増やすことになりますので、これをね、少しずつ改善していくことによって家計も助かりますし、普段の支出が減っていくと。そうするとお金も貯まりやすくなり、100年健康に生きるというね、5万 の目標が達成されるというわけです。そのためにね、お金の知識、こうやって共有していければいいかなというふうに思います。こんな感じで、次回もね、いろんなお得情報をお伝えします。
伝えしていこうと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひしてってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。